こんにちは、クリームです。今日はですね、キャンプ2日目、元旦ですね。はい。でちょっと挨拶しなかったので、昨年もですね大変お世話になりました。たくさんの方に、サブスクライブフォローしていただいて、まあ、まだまだこれからなんですけども、まあ、オーディオ機材とかの話がちょっと多くなってきてしまったんですけども、まあライカの話ですとかですね、ちょっと自由奔放なんですけど、まあ気の向くままにちょっと更新していこうと思ってます。はい。それで年始早々ですね、なんか欲しいものがありまして、マイクプリなんですけど、ちょっと気になっているマイクプリを4つご紹介したいと思います。で、ちょっとノーマーク、まあいいなと思ってたんですけど、本当に欲しいと思ってなくて、うん。でもやっぱいいなっていうのが、フォーカスライトですね。で、フォーカスライトで気になるのが3つありまして、ノーマークだった430のチャンネルストリップなんですね。これがただ2000年に出たので、もう20年ぐらいか。20年以上経ってると思うんですけど、フォーカスライト、まあルパート・ニーブさんが設計に携わったフォーカスライトで、なんだっけな、リンダルかなのトランスがすごくいいらしくて、つまりマイクプリ自体すごくいいらしいんですよね。で、確かに僕ISA-1 かなを渋谷のパワーレックで試した時に、なんかめっちゃいいなと思って、なんじゃこれと思った記憶があるんですけど、まあその430っていうのは、まあ、チャンネルストリップなんで、まあ、DSR とかもついてて、あとはゲートもついてて、マイクプリ EQ コンプかなとか、2U のラック型なんですけど、ただねディスコンなんですよね。もう発売されてなくて、在庫があればって感じなんですね。だいたい20ぐらい、26ぐらいかな。ただブラックフライデーやったじゃないですか。その時に、どこだ、メディアインテグレーションで26ぐらいが10ぐらいになってたらしくて、まあ1台だけだったんですけど、それ買った人羨ましいなと思うんですけど、その時ね、一応ね、僕情報見たんですけど、スルーしたんですよね。今になって欲しくなっていてっていうチャンネルストリップですね。うん。今海外探してもあんまりないし、まあ安くないっていう感じですかね。うん。で、2つ目が、ISA-2 ですね。で、多分そのリンダル388だっけな、833だっけな、そのトランスを同じもの多分使ってるんだろうと思うんですけど、それは純粋なマイクプリで、オーディオインターフェースでもないし、つまり DAAD コンバーターついてないんですけど、2チャンネルのマイクプリってことで、ローカットとかあんのかな、インピーダンスの切り替えとローカットぐらいあるかもしれないですけど、それもいいんでしょうね。それは楽型で、2チャンネルのマイクプリってことですね。うん。で、3つ目が ISA-1 ですね。で、1チャンネルのマイクプリです。まあ、ただこれが楽型じゃないので、ちょっとなんていうかな。ちょっと形変なんですけど。で、デザインもちょっと結構個性的な、ブルーとイエローのね、感じなんですけど、それはね、音良かったんですよね。で、トランス同じっぽくて、それもマイクプリですね、それも気になりますね。で、ちょうどサウンドハウスで今安くなってるのかな、7ぐらい14ぐらいが半額ぐらいになっていて、ただまあ数年前は5万ぐらいだったらしいんですけどね。まあその時からずっとスルーしてるんですけど、今になって欲しくなってしまってるっていうね感じで、
で4つ目がこれ結構本命なんですけど、ニーブ、AMS ニーブの 173SPX なんですね。これがマイクプリと EQ ですね。うん、で、ニーブを継承するもの3つあると思うんですけど、オーロラオーディオとルパートニーブデザインと AMS ニーブで、いろいろ調べていくと、まあ、やっぱり一番評価高いのがオーロラオーディオ、うん、で GDQ2 とか、GTP8 とかは、まあ今はもうほとんど手に入らないし、うん、GDQ2 欲しいんですけどね。あと GTP1 かな。まあ、とにかくオーロラオーディオは、まあ、ジェフ・タンナー氏かな、もともとトランスの設計に、ニーブのトランスの設計に携わってた人が作った会社なんで、まあなんか本気のエンジニアの中でも評価高いと。で2つ目がルパート・ニーブデザインですね。でシルフォードチャンネルとかポトリコとか作ってて、僕シルフォードチャンネル持ってるんですけど、まあ確かにめちゃくちゃいい、うん、ですね。結構なんていうかな、シルクチャンネルテクスチャーがすごく良くて、ハイになんていうかな、ちょっとシルク、うん、絹かかったっていうかな、まあ、気持ちのいいハイの通り方するんですよね。ただマイクプリ自体はもうちょい、うん、なんかあってもいいなっていう気はちょっとしていて、で、あのなんだっけな、ユニバーサルオーディオの LL610M2 とか買ったんですけど、うん、で、2つルパートニーブデザインで、3つ目が AMS ニーブですね。ただこれは、まあ、ニーブの名前関しているし、ニーブのロゴ入ってるんですけど、そのニーブオルタナティブっていうか、あれですね、ニーブっぽいメーカーの一つらしいですね。うん、だから純粋なニーブの血を受け継いでるとは言えないらしいんですけど、なのでエンジニアの中では評価そんな高くないらしいんですけどね。うん、まあ、とはいえ、まあニーブっぽくあるので、でウォームオーディオとか、まあ、BAE とかブレント・アブリルとか、ヘリティ・ジョーディとかいろいろあると思うんですけど、まあブレント・アブリルにはかなわないかもしれないけど、まあ AMS ニーブってことでやっぱ気になるんですよね。でその1073っていう名前を冠した SPX、 これがね割と在庫あるんですよね。でオーロラオーディオ欲しいけどないので、AMS ニーブだったらありかなと。まあ、ニーブ 88M 持ってるんですけど、あれはあれでいいんですけどね。なんとなくラック型のマイクプリ EQ 欲しいかも。で、この前もマイクプリの比較出したんですけど、やっぱりね、全然違うので、物が違うと。なので、どんな音か気になるんですよね。で、まあ気になるっていうか、まあ、渋谷のパワーレックで僕試していいのは知ってるので、あとまあ EQ の、まあ、3バンド EQ の感触も今使ってみたいなっていう感じなんですよね、うん、それがまあ日本ではそんな在庫ないので、海外から探すかどうかっていう感じで、今考えてますかね。そんなとこで、参考になるか分かんないですが、今欲しいマイクプリ4つのご紹介でした。おっしゃいました。